皆さんこんにちは、キャストライス TV の栗崎です。小林です。今回はですね、日本の地域による教育格差であったり、教育機会について話していきたいと思います。はい。実際ですね、いわゆる学力テストみたいなものの結果とか結構有名ですし、はい、あとは大学進学率とか、はいはいはい、そういったいろんなデータを2人で調べてきましたので、お話しできればなと思います。はい、それでは本編いってみましょう。早速なんですけど、まず学力から見ていきたいと思います。はい。で、なかなか学力といっても定義が難しいので、そうですね。今回は小学6年生と中学3年生を対象に、文科省が学力調査っていうのをやっておりまして、私立と中高は残念ながらこう対象外なんですけど、公立だけの平均っていうのがありましたので、はい、見ていきたいと思います。はい。早速なんですけど、1位ってどこですかね。石川県。結構意外ですよね。なんか東京とか大阪かなって思う人多いと思うんですけど、はいはい、石川県が1番 で、はい、で2番が秋田県、はい、で3番が福井県で4位が富山県5位が東京みたいな感じで続いていくって感じですね。北陸が結構高いですね。そうなんですよね。だからその石川とか富山とかね、はい、結構福井とか強いんで、はい、なんかこうその地域的になんか点数いいのかなって思いがちな可能性もあるかなと思います。そうですね。逆に低いところはどこですか。はい、一番低いのが沖縄、47位が沖縄で、次が滋賀県、うん、で45位が大阪、はい、44位が鹿児島、はい、43位が島根というふうになってます、ね、そうですね。大阪なんて都会なんで、むしろ上位じゃないのっていうイメージは皆さんすごい強いと思うんですけど、はい、この調査だと意外に低いっていうことが言われてます。で、一応こういったなんかこう高い県とか低い県が出てくるその差の要因ですよね、はい、としては、明確ななんか理由っていうのはなかなか難しいというふうに言われてるんですけれども、はい、やっぱりその雇用の問題とか、あと通塾、塾の可能性とか、はい、そういったところも関わってきているんではないかと言われています。ただ厳密にこうだからここが高いっていうものはちょっとないみたいですね。で、一応やっぱ公立をとりあえず定義して調べてるんで、私立を入れた場合結構大阪とか東京がもうちょっとランク上がるっていう可能性は大いにあると思いますね。はい。実際もう少しランキングを詳しく見ていきますと、小林さんの出身である埼玉県、はい、埼玉県っていうのがやっぱ34位、はい、意外と低いですね。低いですね。やっぱり中学生で中学に上がるんで、はい、東京に行く人ってやっぱ多いんですかね、埼玉県。そうですね。僕の時代なんかはまだそこまで多くはなかったですね。いわゆる中学受験で、埼玉に住んでるけど東京の中学校に通うって人は多くなかったですけど、はい、今はかなり多いですよね。やっぱ優秀層が抜けると平均でも下がってしまうかな、はい、そうですね。だから僕の例えばこう小学校の時のクラスでも中学校の時にいなくなっちゃう、はい、中学受験しちゃう人がやっぱり必ず数人はいたけど、今はもっと多いらしいんで、それはあると思いますね。はい、私の出身の茨城県なんですけど、はい、意外と高くて10位なんですよ。おお、高いね。やっぱ地方、地方に分類されるのかなと思うんですけど、はいはい、東京に行きづらいということから、中高一貫もそんな流行ってなくて、なるほど、そのまま公立中学校に優秀な人も上がるのが、高い原因かなと。なるほどね。はい、ちょっと砦があって東京まで出られないと謎の茨城砦が、はい、やばい。ディスったらあれですね、コメント欄に叩かれちゃいますね。はい、砦が挟んでますからね。そうですね。砦側という砦がね、いろいろあるんですけど、ただ実際に、じゃあ点数でどれぐらい違うのかっていうと、1番の石川と、最後の沖縄で7点ぐらいしか変わらないっていうふうに言われています。はい、で、これはやはりそこまで大きくないじゃないですか。そうですね。で、学力テストの7点ってことは、1問何点かにもよりますけど、はい、2、3問とか、3、4問ぐらいの違いなんで、はい、明確にもうなんか石川の人たちが頭が良くて、はい、沖縄の人が頭が良くないっていうわけではないんですよね、はい、平均を取ったとしても、はい、だからちょっとこれだけだとちょっと言いづらい部分はあるけれども、ね、やっぱり公立だけで見るとやっぱりちょっと地方で、はい、でもちょっと通塾がある程度できる、はい、地域っていうのがやっぱ上の方に来やすいのかなっていうのは思いましたね。はい。続きまして高校生の部門について見ていきたいと思うんですけど、はい、高校生は全国学力テストみたいなのがないので、そうですね、大学進学率と、あと難関大進学率という2つの視点から見ていきたいと思います。はい。実際どの県がどれくらい大学に進学してるかってことなんですけど、はい、1位が京都府ということで、66%、大体3人に2人くらいですかね。そうですね。はい。で、2位が東京、3位が神奈川で、4位が広島と兵庫、はい、この辺りになってくるとやっぱ都市が強いかなというふうに。そうですね。やっぱりこう、はい、
県とか、はい、まあ、その都道府県の中に大学がどれぐらいあるかでもやっぱ通いやすさって変わりますし、はいはい、あとまあその県になくても、まあ、近隣に結構あるとかね、はい、その通いやすさってのは結構大事になってくるかなと思いますね、はい、で逆にだから下位を見てみると43位が岩手県、はい、44位が山口県、はい、で鹿児島県、鳥取県で、まあ、最後沖縄県というふうに続くので、はい、やっぱりもう沖縄とかはね、その県内にある大学に行くのか、まあ一人暮らしして、はい、まあ、どっかの県で住むとかっていうふうにしないとやっぱり進学しづらいんで、はいはい、そうするとやっぱりね、こう進学に必ずしも積極的になれない人もいるのかなっていうのはありますね、うん、はい、うん、まあ、やっぱりその他のランキングを見てみますと、うん、やっぱ大阪が6位であったり、うんうんうん、まあ、埼玉県、小林さんの出身の埼玉県が8位であったり、はい、まあ、千葉が10位と、うんうん、やっぱり都心の方が強いかなとは。そうですね、やっぱり関東近郊とか、はい、まあ、関西はありますからね、はい、大学がたくさんね、はい、そういうところはやっぱり進学しやすいっていうのは一個あると思いますね、はい、まあ、下の方を見てきますと、うん、30位以降なんですけど、はい、やっぱり東北と、はい、あと九州地方が弱いかなというふうに、あ、なるほどね、はい、思いますね。なんかそういうのは、まあ、親の関係っていうのももしかしたらあるかもしれないですね、はい、うんうん、例えばこう親の、まあ、職業があまり大学行かなくてもまあできる、はい、別に悪い意味で言ってるわけじゃないですよ、はい、例えばまあ農業とかまあ漁業とかそういったものにまあ従事されている方だって、まあ、親のね家業を継ごうとかってなると必ずしもまあ大学じゃないってこともあるので、はい、そうするとまあ必ずしも大学進学しなくてもいいかなって思う人が多いし、はい、逆に言ってばサラリーマン多いわけですよね、関東とか関西とかっていうのは、はい、そうするとやっぱりまあ大学進学していわゆる新卒で就職してほしいってやっぱ親も考えるから大学に行ってもらおうというふうな気持ちも、まあ、強いっていうのもあるかもしれないですね、はい、なのでそういった意味の地域性っていうのはあるかもしれません、はい、まあ、この進学率の大きな特徴としましては、はい、まあ、先ほどの学力調査だと、うん、まあ、上位と下位でそんなに差はなかったじゃないですか。そうですね、そうですね、じゃなくて結構差が大きいんですよね。お、京都が 66%、はい、で沖縄が 40%、 おー、 26%、 はい、これは結構問題というか、そうですね、はい、だいぶ格差があるといえばあると思いますね、はいはい、あとまあ気になるのは、はい、さっきのやっぱ石川とかはあんま関係ないって話ですよね。そうですね、小中の時の学力が高い石川県の人がじゃあめっちゃ大学行ってるかっていうと、はい、まあ、そうでもないですね、まあ、20位くらいですね、まあ、そうなんですよね、はい、だからそういう意味で言うと、はい、まあ、学力だけの問題ではなさそうっていうのはやっぱり1個言えると思いますね、はいはい、まあ、続きまして県別の難関大合格ランキングというのを見ていきたいんですけど、はい、まあ、今回は1000人あたりですね、うん、高校生1000人あたりにどれくらい旧帝大と、うん、あと東工大と一橋に受かってるかなんですけど、はい、1位が意外にも奈良県ということで、うん、意外ですね、はい、で、まあ、2位が愛知県、うんうん、3位が福岡で、4位がやっぱ学力が高い石川県、お、進学率はいい、はい、で5位が北海道ということになってるんですけ ど、ね、やっぱ旧帝大がある県はちょっと強いかな。あ、確かにね、今言われてみれば確かに強めかなって気はしましたね、はい、宮城県も7位なんですね。そうですね、おお、はい、東北大がね、はい、東北大がなので、その中でも奈良県なんですけど、うんうん、こう奈良県ってそんなに人口多くないんですよ ね、 そうですよね、全国29位で多くないんですけど、うん、まあ、県内から集まるような中高一貫がちょっと多いイメージがありますね。東大寺とか、はい、はいはい、まあ、そういう学校の影響で、まあ、パーセンテージが高くなるのではないかなと思います。なるほど、ね、なるほど。このデータはだから一応その住んでる住民票がある地域ではなくて、はい、通っている場所から その進学実績っていうことですね、はい、合格実績ということですね、はい、だからまあ奈良はちょっと有利なんじゃないかと。そう、もともと少ないところに外から優秀な人だけ集まってくる学校があるからと、うん、はい、まあ、確かにそれは言えるかもしれませんね、はい、逆にまあ下位のところってどこなんですか。まあ下位の方を見ていきますと、先ほどの県別大学進学率とちょっと相関性があるのかなと思います。で、うん、まあ、43位が福島県、うん、44位が小林さんの出身の埼玉県、はいはい、で45位が高知県で、うん、まあ、46位が鳥取県、はい、で47位が沖縄県となっております、はい、で、まあ、他にですけど41位千葉県もあったりして、うん、関東のちょっと東京に行きやすいとこっていうのは意外とやっぱみんな優秀な方が東京に進学してしまうのではないかなと思うんですけ ど、ね、やっぱ小林さんの周りでも確かにそれはありますね、はい、あ、もちろんあの千葉もね、はい、埼玉もあの優秀な学校は それぞれの県の中にありますけど、うん、はい、まあ、僕自身も高校受験で開成高校に行ってるん で、はいはい、僕のデータはだから東京都のデータに僕はなってるわけですよね。うん、だからそういう意味で言うと千葉とか埼玉って結構その進学校で東京に通っちゃったりするので、はい、そうすると確かにこう埼玉の中でもまあ優秀な人たちもいるんだけど、はい、まあ、当然埼玉もちろんちょっとこう、まあ、外れたところというか、そうですね、まあ、田舎な部分はあるんで、はい、そういう人のデータの比重が大きくなっちゃって、はい、合格率というのは、まあ、その高くならないという可能性はあるかもしれないですね、
あとまあ関東を除くとやっぱり、はい、大学進学率と一緒で、うんうん、まあ、農業であったりとか漁業を中心の方たちが多い県がやっぱ低いのかなという。確かにね、まあ、はい、高知、鳥取、沖縄っていうのは確かにあるかもしれないですね。はい、うん、その中で私結構面白いなと思ったデータがあるんですけど、うん、関西圏、まあ、うん、名古屋より西ですね、の方がやっぱ旧帝大の合格って多いんじゃないか、うん、なるほどね。関東の方たちは、うん、まあ、総計ですね、うん、今回の大学にちょっとランキングに総計は入ってないので、うん、あ、そうなんだ。まあ、関東の方がちょっと、うん、比較的ランキングは下位に出るのかなというイメージがありますね。はい、まあ、以上のこの3つのランキングから、まあ、考えられる格差についてなんですけど、はい、まあ、小林さんどのようなことが考えられますか？そうですね、まあ、あのこういったデータっていうのは、はい、まだまだね、あの不平等なデータが多いんですね。はい、というのは、うん、あのさっきも最初にも出ましたけど、公立の学校しか調査ができてないとか、はい、私立は対象外ですとか、うん、あとはその大学の進学に関しても、うん、その私立が入っていると入ってないとか、はい、まあ、なかなかその今教育業界っていうのが、はい、その本当の意味で、はい、統計的に見て正しいデータっていうのがなかなかこうまだ得られないので、うん、はい、やっぱりそういうところを見ないと、一概にじゃあ石川県が1位だからね、万歳なのかっていうと、ちょっとそうとも言えないとかね。はい、じゃあ逆に、じゃあ本当に東京って勉強してないのっていうと、でもやっぱ東大に一番行ってる人って多分東京の人たちだし、とか、そういうのもあるんで、やっぱりこうちゃんとね、統計を取るっていうのは、まあこの僕ら教育業界の人間もそうだし、まあ国を挙げてね、もう少しやっていく必要があるかなっていうのがまず一つ。で、二つ目としては、やはりその地域格差は、まあでも何らかあるとは思うんですね。やはりその沖縄県とかその大学合格率も、まあ進学率っていうのも高くないとかね、いうのがあるので、はい、まあ、そういうところをですね、こうケアするための仕組みっていうのを作っていきたいと思うし、はい、やっぱりその、まあ、最初ちょっと言いましたけど、やっぱ通塾できるかどうかとか、はい、あとやっぱり一人暮らしできるかどうかで結構大学に行けるかどうかも変わってくるんで、はい、もちろんね、人生大学に行くからいいというわけではないんですけれども、ね、もし行きたいと思ってるけど行けない人たちがいるのであれば、はい、そういう人たちが行けるようなやっぱ仕組みをね、はい、作るとか、まあ、そのために僕ね、あのいっぱい税金払ってると思ってるんで、はい、わかんないけど、はい、あの払ってると思ってるんで、まあ、そういうことがね、こう国としてより良くなっていけばいいなというふうに思っております。はい、はい、というわけでですね、本日は県別の、教育格差についてお話をさせていただきました。まあ、たまにね、こういった話も少し挟んでいければなと思うので、ご視聴いただければと思います。はい、まあ、今日はね、いつになく真面目な回だと思うので、そうですね、はい、またね、はい、ちょっとネタっぽいあの動画も出ますから、楽しみにお待ちください。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。